チャーで、マイレベチャンネルです。はい、集合。はい、集合。はい、今日は、アイタルケイを呼んでですね、まあ、レゲエダンサーといえば、はい。三点通りでしょ。はい。三点通りできます？あ、できます。で、飲んできます？できます。あ、すごい、すごい小刻みに頷いてた。あのちょっと見せてもらってもいいですか。はい。三点倒立、多分知ってる人も知らない人もいると思うんですよ。難しいじゃないですか、三点倒立、うん、難しいですか。最初は難しかったです。ああ、あなたは最初からできました。ああ、じゃあもうちょっと一回見て三点倒立がほんまにすごいんかちょっと検証したいです。はい、いいですか。はい。三点倒立自信ある？ます。はい。めっちゃ笑ってるけど。はい。いける？いけます。あなたもいける？いけます。これどっちがすごいとかあるの、チーム内で。千秋ちゃんの方が、でも3点は千秋ちゃんの方ができますね。あ、3点は。あ、すごいですね。うるさいな。うるさい。いちいちわって。強調して。いやいやいや、今だって今のひどない。今のは3点はみたいな。今のはひどい。何か私の方がみたいな言い方してるけど。大丈夫、喧嘩せんといてな。大丈夫です。ちょっとじゃあちょっと一回見ていいですか。はい、お願いします。どれにする？なんか合わせる？もうこれでいいか。最初はうん。おお、僕。お
おぉいけたおぉまあでもこんなんは簡単ですよ。そうですね、やっぱり。はい、はい、なんかできるんですか、ここはあなたたちは早食いとか。早食い3点しながら早食いもできます。もう俺もできるから対決する。そうしましょう。うん、早食いと早飲みと早飲みと早口言葉します。早口言葉って何よ。屏風が上手に坊主に屏風が上手に坊主が隣のタコがよくかき食う客だ。言うてへん。言うてへん。ちょっとね、隣のかきはよくかき食う客だな。客です。隣の客は隣の客はよくかき食う客だ。はい、いや、こんなん言える？ちょ、言ってみ。ギャーギャー。なにそれ。ギャーギャー言うなで今。いきます。いける。え、ちょっと一回立って、立ってやってみて。立ってやってできんやったらいけんじゃん。そうっすね。うん、そうやな。何だっけ、隣の隣の客はよくかき食う客だ。客です。そう、なんなん、むちゃむちゃ遅いよ。そう、そら、実体験。働いてた時にそれマジや、マジで、そうマジの言い方やな。隣の客はよくかき食う客だ。マジのやつ。これぐらいの速さでいきますか。それは早い、赤早い、そら全部言ってみてください。いや、俺は言えるよ。隣の客はよくかき食う客だ、うん、隣の客はよくかき食う客だ。もう言えた。隣の客はよくかき食う客だ。あ、いけそう、いけそう、いけそう。ちょっとやってみよう。じゃあ千秋からの挑戦。私、毛量が多すぎて3点倒立したらモップみたいになるっていう。どういうこと？いや、答え教えてくれる。見たわ。ああ、今だ。そうだ、モップ。あ、いきまーす。オッケー。せーの。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。せいで。いきます。はい、どうぞ。隣の客はよく